カナダヌナブト巡州にある集落集落とは人が住む家屋の集合した状態の場所のことを指す地理学的な概念。部落、在教、在所などの言葉も同義語である。集落を人間関係の社会的、文化的統合状態に基づく地域社会の一種として社会学的に捉えた場合、村落にあたるものとほぼ重複する。今日では 都市と村落の区別を説明する場合、人口の集中の度合いや中心となる産業によって区分する場合が多い。部落とも呼ばれるが、現在では、被差別部落問題との関連から、差別的意図がない場合でも、部落の子を避ける場合がある。古く人類が、狩猟採集生活を営んでいった時代では、一時的な居住地はあるものの、同一の場所で、 狩猟や採集を繰り返していては、獲物などの収穫が減少するため、たびたび移動を行った。構成人数は少なく、特定の場所への定着もないため、普通この時代の居住地を集落と呼ぶことはない。農耕が始まると土地に定着し、生災工が増して人口が増えるようになる。最初の集落は原子リアにあるテルアブフレーラと見られる。確認されたうち、最古の集落は、 紀元前1万1500年頃のもので人口は200人足らずであり、暮らしは野生種の種子をまいて成長を待つといった農耕の全過程であったとされる。その後、人為選択で野生種を栽培に適したものに変えていき、紀元前1万1000年の集落後には農耕の痕跡が見つかっている。ヨーロッパの都市市ではドイツの集落の平面形態の研究から、 村落が公益の中心となることで、町が形成され、さらに政治的権力や経済的特権の付与によって都市に発達すると考えられている。あるいは、村落研究から、町は外形から孤立創宅海村、路村、広場村などに分類され、それが交通の要衝になると商業庁へと発展し、さらに城郭の構築によって都市へと発展すると考えられている。 中国などアジアの都市市では、城郭内部に発展した町を威嚇都市、周囲を城郭が取り囲んでいない町を品威嚇都市とする分類が用いられた。一方、日本の都市は過去に都市が形成された位置に重複するように、現代都市が存在するなど、歴史的重層性があることが知られている。小川拓司は、歴史性に着目して、城下町、宿場町、門前町、 鳥居前町、鉱山町、商高町、群高町に分類した。ありがとうございます。